ヒルズボロ、ヒルズボロはアメリカ合衆国オレゴン州の都市で同州ワシントン軍の軍庁所在地である。最初の共同体が1842年に設立され、1850年にヒルズボロ、ヒルズベと命名された後、1876年にヒルズボロ、ヒルズベの使命で法人化された。トゥアラティン渓谷の中に位置し、マイクロプロセッサチップ製造業や、 それに関連する供給業者など多くの技術系企業が拠点を置いていることから近隣地域のハイテク企業と合わせてシリコンフォレストと呼ばれている。交通機関としてトゥアラティンバレーハイウェイ、サンセットハイウェイ、ヒルズボロ空港があるほかトライメットが運営するマックスライトレールと呼ばれるライトレールが走っている。同市には高校が4校、中学校が4校ある。また、 パシフィック大学がヘルスプロフェッションズキャンパスを置いている。ヒルズボロの人口は2000年の国勢調査の時点で7万186人であった。2007年の時点における推定人口は8万8300人で、ワシントン郡で第1位、オレゴン州でも第5位の人口を誇る都市となっている。さらに昼間の人口は通勤通学者によって11万人にまで上る。 2000年の調査によれば、同市の人種構成は、約78%が白人、約19%がヒスパニックであった。また、同時点における、平均世帯所得は5万1737ベードルであった。最初の共同体は、1841年に、ドゥアラティン渓谷に到着したデビッドヒル、アイザヤ、ケルシー、リチャード・ウィリアムズらによって設立され、 翌1842年にさらに6人の開拓者が到着した。当初、この地域はイースト・トゥアラティン・プレーンズやコロンビアという名称で通っていたが、ヒルがワシントン軍に土地請求の一部を売却した180年に、ヒルへの敬意を表して、ヒルズボロ、ヒルズベと命名された。1850年2月5日、オレゴン準州議会の選任委員によって、 軍庁所在地に制定された。外区となる土地の売却の後、二百ドルが昼に支払われるはずだったが、彼は売却の直後に死亡してしまい、家父のルシンバがその金を受け取った。その後、町名の綴りがヒルズボロ、ヒルズベに簡略化された。1853年、ヒルズボロで最初の学校を開くため丸田小屋が建造され、1954年に開校された。 早くも1867年には、川船が交通機関として運行され、外輪線やムヒルがドゥアラティン川で稼働した。1871年、オレゴンイコール、カリフォルニア鉄道がこの地域まで伸びたが、ヒルズボロが鉄道連絡の引き換えに、鉄道会社に土地を譲らなかったため、鉄道はヒルズボロの町のすぐ南に敷かれた。 ヒルズボロは1876年に法人化された。1876年12月8日に、初代市長としてエール・イリングが就任し、1年間の任期を務めた。後の著名なヒルズボロ市長に、会議員のトーマス・ウェイチタン、1882年、1886年、上院議員のウィリアム・ディ・ヘア、1885年が、いる。1908年9月30日、 オレゴン電気鉄道がヒルズボロとポートランドを都市間送電線で接した。1923年、市は検証を刷新し、支配人型カウンシル、マネージャーフォームの議会形態を採用。これにより、6人から構成される市議会と非常勤の市長が主要な行政を行い、日常的な都市経営を支配人が執行するようになった。1852年、 軍議会を治めるためにレンガ作りの建築物が建造され、1873年には新たにレンガ作りの軍庁舎が建造された。1891年、軍庁舎は改築され時計台が増築された。1912年には軍庁舎に別館が付設された。1928年、新たに後継となる軍庁舎が建築された。1928年に建築された。 この軍庁舎の最後の大きな改築は1972年に行われ、ジャスティスサービスビルディングが竣工し、季節の建物に組み込まれた。ヒルズボロの最初の消防署は、1880年に、表議委員会、現在の市議会によって設立されたはしご社の会社だった。市は1911年に初めて下水道を敷設したが、その後に下水処理場が、 初めて追加されたのは1936年になってからである。1913年、最初の水道システムが敷かれた。1914年12月、カーネギー市立図書館が同市で最初の図書館として開館した。1921年から1952年まで、世界に2番目に高いラジオ放送等が、ヒルズボロ市の南側に立っていたが、1952年に、 撤去された。1972年、ヒルズボロ一議会は、個別勧誘を禁止する条例を可決したが、1988年、オレゴン州最高裁判所によって違憲であるという判決を受けた。同裁判所は、多くのオレゴン州法のテストケースとして認められた、ある事件において、ヒルズボロの個別勧誘禁止条例をあまりにも、抗議的すぎると判断した。 1980年、インテルの最初の工場の建築工事がヒルズボロで始まった。インテルのジョンズファームキャンパスが空港の隣に完成し、それに続いて、ホーソンファームキャンパス。最後に1994年にロンダー、エーカーキャンパスが完成した。1998年、トライメットはマックスライトレールをヒルズボロまで延長させた。2005年、 新しい市役所が竣工した。ヒルズボロの内外でアメリカ合衆国国家歴史登録財に追加された歴史的資産の一つに市の北部にあり1876年に完成したオールドスコッチチャーチがある。オレンコの近くにあるインブリーファームには住宅1866年建築とフランクインブリー小屋があるが両方ともチビールメーカーの幕目の民ズによって 工場直営パブとして使用されいる。1935年に建築されたハロルドアズ。例廷はインテルのホーソンファームキャンパスの近くにある。ダウンタウンにある史跡に、ズーラ・リン・クレーター廷、1923年春工、ライスイコール・ゲッツ廷、1890年、エドワード・シューマリック廷、1915年頃、チャールズ・ショーリー廷、1908年頃がある。 リチャード・ヘレン・ライステーは、市北部のサンセットハイウェイに隣接している。旧ワシントン軍工事所はもともと、ワシントンカウンティ・フェアグラウンズに建っていたが、2004年に修復されて、ワシントン軍博物館に移設された。2007年、マニングイコール・カムナ・ファームが、国家歴史登録在された。マニングイコール・カムナ・ファームの起源は1883年と、古く、 10の建物が建っている。ヒルズボロは北緯45度31分23秒、経百122度59分18秒に位置する。アメリカ合衆国国勢調査局の報告によると、同市の面積は21.5平方マイル、55.9平方キロメートルで、そのすべてが陸地である。2007年の時点におけるヒルズボロ自身の報告によれば、 同市の面積は23.1平方マイル、59.829平方キロメートルである。市は、ドゥアラティン渓谷の中に位置し、ドゥアラティン川が、市の南限を形作っている。市の標高は全体にわたり一様で、そのため昔から歴史的に農業が盛んである。ヒルズボロは、ポートランドの約17マイル、27キロメートル西方、ビーバートンのすぐ西方に位置し、 海抜は196フィート、60メートルである。ドゥアラティン川のほか、デアリー・クリーク、マッケークリーク、ロッククリーク、ドーソンクリーク、ターナークリークなどの小川が流れている。市は8つの計画区域に分けられており、それぞれが複数の地区を含んでいる。ヒルズボロの北東にあるイースト計画区域には、タナスボーン地区とオレゴン健康科学大学の ウェストキャンパスがある。イースト区域のすぐ西に位置するノースイースト、計画区域には、オレンコ地区、オレンコステーション地区、空港、ウェストユニオン地区がある。さらに西には、ノースウェスト区域があり、ジャクソンスクール地区、サンライズ地区、クレンコー地区が含まれる。ヒルズボロの生誕は、ウェスト区域があり、デニス地区、ガディバルディ地区、コネル地区が含まれる。 市の中核に位置するセントラル計画区域には、ダウンタウン地区、ジャクソンボトム地区、ヘンリー地区、イーストウッド地区が含まれる。セントラル区域の南方には、サウス計画区域があり、ミンスターブリッジ地区、ルードブリッジ地区、リバーロード地区が含まれている。サウス区域の東方にある、サウスイースト計画区域には、リードビル地区、ウィッチヘーゼル地区がある。市の中央にある、 ブルックウッド計画区域には、セダー地区、ベントレー地区、ブログデン地区が含まれる。ヒルズボロの名所に、軍政府が拠点を置いている、ワシントン軍庁舎がある。市の生誕沿いには、1870年に設立され、市の開拓者や政治家が埋葬されているヒルズボロ開拓者墓地がある。空港の隣には、ワシントンカウンティフェアコンプレックスがあり、 年に一度の軍の祭りが開催される場所となっている。州都公園にある木製の彫像チーフの都は、ピーター・ウルフトスのトレール・オブ・ザ・ウィスパリング・ジャイアンツの一環として、ヒルズボロに1980年代に検定された。隣接自治体、ヒルズボロの夏は通常温暖であるが、一年を通して気温は太平洋の影響で穏やかである。ヒルズボロは、 ウィラメット渓谷の内部に位置するため、冬に雪があり、特に11月から3月までの降水量が多い。ヒルズボロの降水日数は161日である。1930年から1998年までの年間平均降水量は38インチであった。8月が最も気温が高く、同月の平均最高気温は下市80.2度、摂氏26.8度である。 最も気温が低いのは1月で平均最高気温は下肢45.3度、摂氏7.4度である。年間の平均最高気温は下肢62.4度、摂氏16.9度である。一方、平均最低気温が最も低いのは1月で下肢32.5度、摂氏0.3度である。7月の平均最低気温が最も高く、 歌詞51.8度、摂氏11.0度である。年間の平均最低気温は歌詞41.3度、摂氏5.2度である。昼ズボロで最大非雇用者数を誇る業種は製造業で労働力の24%を占めている。その次に医療、教育、社会事業がそれぞれ市の労働力の15%を占めている。 小売業が12%、建設業が7%を占め、残りの13%を、行政、科学、学術、廃棄物管理が占めている。労働者の68%が一人で職場に通勤しており、うち8%が公共の交通機関を利用している。片道における平均通勤時間は24分である。数々の技術系企業がヒルズボロで稼働しており、 オレゴン州のシリコンフォレストの中核を成している。特に、インテルの最も大きな工場はヒルズボロにあり、ロンラー・エーカーズ、ジョンズ・ファーム、ゴーソン・ファームの3つを中心に、数々のキャンパスが点在し、合計で約1万6千人の従業員が働いている。サンマイクロシステムズ、ハイエンド・オペレーションズはヒルズボロに本社を置いている。 他のハイテク企業でヒルズボロに施設を持つものの一つに、ヤフー、フェイカンパニー、クレデンスシステムズ、シノプシス、エプソン、トリクインとセミカンダクターがある。また、ヒルズボロに本社を置いている会社に、コリリアン、ラティスセミコンダクター、ラディシス、プラナーシステムズがある。2006年3月、ジェネンテックは、ヒルズボロの100エーカー、0.40km の土地に、放送。 流通施設を建設する計画を発表した。また、ヒルズボロは C2C、サザンクロスケーブル、VSN ウェルトラパシフィックという太平洋を横断してアメリカ合衆国と結ぶ3つの光ファイバーケーブル、システムのランディングポイントを担っている。富士通と NEC はかつて工場をヒルズボロに構えていた。さらに、ロージアズインストラメンツ、ソロフレックス、ピッツァシュミトスサ、 パーランバーの本社がある。ヒルズボロのハットフィールドガバメントセンター駅は、ポートランド都市圏、ライトレールシステムの一つであるマックス、ブルーラインの終点である。マックスの存在は、オレンコステーション地区の歩行者に優しい地域社会の開発を促進させた。オレンコステーションは、全米住宅建築業者協会によって1999年のベストプランドコミュニティ、 最もよく計画された地域社会に選ばれた。また、同地区は2006年にサンセット市によってベストニューバーブ最良の振興外に選ばれた。ヒルズボロの商業の中心地はトゥアラティンバレーハイウェイとコーネルロード沿いに位置している。また、商業地であるタナスボーン地区は市の東端に位置している。同地区にはザストリーツオブタナスボーンと呼ばれる。 ライフスタイルショッピングセンターがある。5,500万ベイドルを費やした36万8,000平方フィート34,200メートルのスペースを持つアウトドア型商業複合施設がマイヤーフランク、現、名シーズを中心的テナントとして2004年にオープンした。ヒルズボロ一周辺の一帯には6つのワイン、醸造所がある。 1970年設立のオークノールワイナリーは、ワシントン郡では、最古で最大のワイン醸造所である。市の北に位置する、ヘルベテアワイナリービンヤーズは1980年代に設立された。市の南に位置するワイナリーに、ジップシーガンサーエステートワイナリー、ラプターリッチがある。これら、ヒルズボロ周辺の地域では、ピノノワール、ピノグリ、 シャルドネなどの種類のワインが生産されている。市内の病院業務はダウンタウンのトゥアリティ市民病院が行っている。1918年に開院した、この病院は167のベッドを持つ施設でトゥアリティヘールスケアによって運営されている。その他の重要な医療施設としてカイザーパーマネントのサンセットメディカルオフィスと プロビデンスヘルスサービシズの応急処置センター、イミーディティケアセンターが共に、タナズボーン地区にある。2007年、カイザーパーマネントは138のベッドを持つ病院をタナズボーン地区の同社の敷地内に建てる認可が下りた。ヒルズボロの人口は、1880年に402人、1900年に980人、1910年に2016人であった。 1910年の国勢調査によれば、ヒルズボロは、軍内で、最も人口が多い都市であった。1920年の国勢調査で、市の人口は2468人に成長した。その後、1930年に3039人、1940年に3747人、1950年に5142人、 1960年に8232となる。1970年、地の人口は15365人に倍増したが、ビーバートンに最高人口を譲り、軍内2位の都市に転落した。地の人口は、1980年の国勢調査で27664人、1990年の国勢調査で37598人に成長した。 2000年の国勢調査では、市の人口は7万187人で2万5079世帯1万7078家族が暮らしていた。人口密度は3253.8未 1256.3km だった。1261.5SQ 未487.1 経平方メートルの平均密度に27,211件の住宅が建っている。2007年現在、17,126件の住宅はその持ち主によって利用されており、平均の住宅価格は246,900米ドルであった。市の人種構成は白人77.50%、アジア6.53%、アフリカン・アメリカン1.22%、 先住民0.82%、太平洋諸島系0.25%、その他の人種10.38%、および根結3.30%である。人口の18.90%はヒスパニック、またはラテン系だった。これは、州全体の人種構成、白人93.45%、アフリカンアメリカン2.17%、アジア3.75%、 ヒスパニック7.63%と大体同等の傾向である。25,079世帯のうち37.9%が18歳未満の子供と一緒に生活しており、54.7%は夫婦で生活している。9.0%は未婚の女性が世帯主であり、31.9%は結婚していない。 23.4%は1人以上の独身の居住者が住んでおり、5.3%は65歳以上で独身である。1世帯の平均人数は2.76人であり、結婚している家庭の場合は3.28人である。この都市内の住民は28.3%が18歳未満の未成年18歳以上24歳以下が11.4%、 25歳以上44歳以下が37.0%、45歳以上64歳以下が17.0%、及び65歳以上が6.3%に、渡っている。中央値年齢は30歳である。女性100人ごとに対して男性は105.6人で、ある。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は105.8人で、 この都市の世帯ごとの平均的な収入は5万1737ベードルであり、家族ごとの平均的な収入は5万7379ベードルである。男性は4万1046ベドルに対して女性は3万172ベードルの平均的な収入がある。この地域の一人あたりの収入は2万1680ベードルである。人口の9.2%及び、 家族の6.0%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の10.9%、および65歳以上の7.2%は貧困線以下の生活を送っている。2007年現在、25歳以上の人口の28%は、学士号以上の学位を持っており、11%は、純学士号を持っている。25歳以上の人口の15%は高校。を。 卒業証書を持たず22%は高校の卒業証書は持っているが大学の学位は持っていない。2006年にヒルズボロ市では192件の暴力事件と2752件の窃盗事件が報告された。暴力犯罪の発生率は10万人中223.5で国内平均473.5や オレゴン州平均287を下回っている。窃盗事件の発生率は10万人中3203で、国内平均3334.5や、オレゴン州平均4402.4を下回っている。暴力事件には、強姦、強盗、暴殺、誤殺、過重暴行が含まれる。窃盗事件には、放火、自動車盗難、窃盗、 住居侵入説等が含まれる。ヒルズボロ一議会は、支配人制の議会形態を採用している。6人の市議会議員と市長は、選挙により選ばれるが、いずれも任期は4年で、最長でも2期連続の就任制限が課せられている。市長と市議会は、日常的な姿勢の指揮を担当する支配人を任命する。政策決定の責任は、 市議会と市長にあるが、行政は、支配人と支配人により任命された職員によって行われる。政府機能は、ヒルズボロシビックセンターに集約されており、支配人事務所が収められているほか、月2回の市議会会議もこの建物で行われる。2009年1月現在、市長を、ジェリー・ウィリー、市議会議員をマイク・カスティロ、オルガー・アクーニャ、ネニス、アンドリューズ、 ジャグ・ジョンソン、アロン・カールソン、エド・デニスが務めている。支配人は、サラ・ジョー・チャプレンが務めている。ヒルズボロ市は独自の図書館、システム、消防局、公園局、水道網、警察を管轄している。ヒルズボロ消防署は4つの消防署を管轄している。ヒルズボロ警察は2つの普通文書、移動文書を管轄している。水処理は、 軍のクリーンウォーターサービシズを通じて供給されている。ヒルズボロの公立学校は、ヒルズボロ公立学区により運営され、23校の小学校、4校の中学校、4校の高等学校が所属している。また、オルターナティブスクールが1校と、ヘアフィールドと呼ばれる競技場がある。ヒルズボロ公立学区が対象とする自治体に、ヒルズボロ、ショールズ、 リードビル、ノースプレーンズ、ウェストユニオンなどが含まれる。2006年現在の全生徒数は19,938人で、州内では4番目に大きな学区である。公立高等学校は以下の4校がある。高等教育に関しては、オレゴン健康科学大学、オースのウェストキャンパスと、オレゴン工科大学、糸のポートランドウェスト衛生キャンパスがある。 オースのこのキャンパスはもともとはオレゴン大学院大学、現、オギ科学技術学部とオースのオレゴン国立霊長類研究センターが置かれていた敷地であった。オースキャンパスとイトキャンパスはタナスボーン地区にある。パシフィック大学はヘルスプロフェッションズキャンパスをダウンタウンのトゥアリティ市民病院の隣に構えている。その他の教育機関に労働力研修センター、 キャピタルセンターとフェニックス大学の支部があり、共にタナスボーンにある。また、ヒルズボロには様々な私立の小学校や中等学校がある。主なものとして、フェイスバイブル高等学校、セントマシューズ教区立学校、ドゥアラティンバレージュニアアカデミー、スワローテールスクール、ヘリテージ、クリスチャンスクールがある。ポートランドウェイスタン鉄道は BNSF 鉄道や、 ユニオンパシフィック鉄道と相互接続している鉄道であるが貨物列車を運行しておりヒルズボロに伸びている。他方同市にはライトレールを除いて旅客鉄道は存在しない。公共交通機関として地域輸送機関が管理するバスやライトレールがある。マックス・メトロポリタンエリアエクスプレスと呼ばれるライトレール網の最初の路線、現在のブルーラインは 1998年9月12日にヒルズボロまで延伸した。西の終点はダウンタウンにある。ウィロークリークトランジットセンター駅とヒルズボロトランジットセンター駅は周辺の公共交通システムのインハブとなっているほか、残りの7つのマックス駅もバスとの接続地点としての機能を担っている。マックスの駅、西から東へ航空交通は 市の中央にあるヒルズボロ空港及び市の南側にあるスタークスツインオークス小空港共にジェネラルアビエーション用飛行場で利用可能である。ヒルズボロ空港はポートオブポートランドが運営するジェネラルアビエーション用空港でポートランド国際空港に次いで州内第2位の忙しい空港となっている。この2本の滑走路を持つヒルズボロ空港は 主に自家用機や車用機に用いられ、民間航空会社による定期航空便には用いられていない。幹線道路、東西に走る主要道路にオレゴン州道8号線があり、現地ではドアラティンバレーハイウェイ、TV ハイウェイの名で知られる。市の北東は国道26号線が横切っており、サンセットハイウェイとして知られる。その他の東西に走る主要道路に コーネルロード、メインストリート、ベースラインロードがある。南北に走る道路には、オレゴン州道219号線、一番通り、十番通り、コーネルロード、コーネリアスパスロード、ブルックウッドがある。185番アベニューは、市内では最も東側にある、南北幹線道路であり、ビーバートンとの市境を形成しているが、一部で、タナスボーンタウンセンターに食い込んでいる。 TV ハイウェイは、西側で、コーネリアスとフォレストグローブ、東側でビーバートンまで続いている。市内には2つの映画館が存在し、合計で29のスクリーンがある。また、オレゴンコラール、50人の公共合唱団、男性のバーバーショップコーラス、ヒルズボロ公共楽団、ヒルズボロアクターズレパートリーシアターム市内にある。ヒルズボロ公共楽団は、ステファン・ミンデの指揮のもと、 2001年に設立された。ヒルズボロは図書館を2館運営している。2007年に開館した3万8000平方フィート、3500メートルの面積を持つ本館は、市の中央北部に位置している。もう一つの古く小さな図書館は、市の南西にある、シュートパーク内にある。ヒルズボロの図書館は、ワシントン軍共同図書館サービス。 ワシントンカウンティコーポラティブライブレリサーバセスの一員であるため、図書館相互貸借制度のもと、市民は軍内の他の図書館を利用することができる。a m ラジオ放送局、キックと週2回発行の新聞ヒルズボロアーガスは、ヒルズボロを拠点に置いている。アーガス紙は毎週火曜日と木曜日に発行されており、1873年から刊行されている。 キックは1360の周波数で放送されている5000ワットの放送局である。その他、オレゴニアンやウィラメットウィークなど、ポートランド都市圏のメディアも利用されている。ヒルズボロの公園レクリエーション局は、ヒルズボロスタジアムなど20以上の施設を運営している。21の公園、2つのスポーツ複合施設、ウォルターズカルチュラルアーツセンター、シュート公園、 三つの多目的施設がある。市はまた、ドゥアラティン川沿いにジャクソンボトム湿地保存地区を保有している。市の南方には、日中だけ開かれている、ボールドピーク州立景観店所があり、ヒルズボロから最も近い州立公園になっている。ヒルズボロから最も近いフルサービスの州立公園は、LL、スタブ・スチュワート記念州立公園である。ローカルゴルフコースとして、 ザリザーブ・ビンヤーズ・ゴルフ・クラブ、36ホール、1997年、完成。ベリウェザー国立ゴルフ・コース、27ホール、1961年、完成。マッケー・クリーク・ゴルフ・コース、9ホール、1995年、完成がある。同地域の他のコースに、キラーニー・ウェスト・ゴルフ・クラブ、9ホール、ロック・クリーク・カントリー・クラブ、18ホール、 フォレストヒルズカントリークラブ、18ホール、パンプキン、リッジホルフクラブ、36ホールがある。ヒルズボロで年に一度7月4日に開かれるパレードは、オレゴン州で2番目に大きな独立記念日パレードである。オレゴン国際航空ショーは、オレゴン州最大の航空ショーで、ヒルズボロ空港で夏季に開かれる。毎年夏に、市は、ショータイムアットシュートと題した無料コンサートを、 シュート公園で開いており、また、ワシントン軍フェアが年に一度、空港の隣にある軍祭事場で開かれている。二つのファーマーズマーケットがあり、片方は土曜日にダウンタウンで、もう片方はオレンコステーションで、共に5月から10月にかけて催されている。また、下季にはダウンタウンで週に一度のマーケットが開かれ、工芸品、食料、美術品などが売られている。 日本の静岡県袋井市と姉妹都市提携を結んでいる。袋井市は約8万5千人の人口を持つ市で日本の中央部に位置している。西は1988年に姉妹都市提携を結んだ。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。